はい、おはようございます。はい。ね、まあカムイはそう、まあそういうね、あの前回前々回話したけど、その大阪の宮古島区民センターの大会のプロモートで今大阪にね、ずっと3月10日からかな、日曜日からずっと来てくれてて、もう毎日のようにね。いろんなあのお世話になったお客さんのとこにずっと回っていってるんやけど、な、どう最近どんな話やん、びっくりしました。この辺の振りの下手さがない。最近どうって、そのどんな話やん、お前ずっと一緒におるやん。最近確かにね、かもいね、ちょっと夜寝れないんですよ、いろんなことやっぱ頭考えてね。まあまあ、それはな、大事な大会がある、いろいろ考えることがあってですね。ちょっとあの先週の裏話的な話とかはないの？そうですね。まあまあ仮に言うと、なんか寝返った女がいてるとか、うちの大好きな、うちの息子の大好きな宮本選手のちょっとした裏話とか、そんなところ。これ多分宮本さんの裏話はこいつの口から出てこないと思いますね。多分ね、僕裏話するとしたら、あの多分3倍4倍になって、僕ね、そう、帰ってきますね。非常に帰ってきますね。みどくんか。いや、もうミドウの話は触れないですよ。今ちょっと僕らの激怒に触れさせてますんでね。ん、今こいつほんまに、ね、ちょっとイラッとしますね。そうですね、まあ今コンディション A の佐々木隆さんですかね。はいはいはい、隆さん、だから隆さんってね、やっぱり、うん、このフリーダムズの顔というか代表殿というね、うん、中でね、やってるんですが、うん、今もね、もうほんまにずっと広島大会、沖縄大会のプロモートにね、全国飛び回ってますがね、やっぱりその辺引っ張っていてくれるという意味ではな、そうですね、頼りになる、頼りになるよね、本当にね、はい、うん、やっぱりな、ああやってトップが先頭を切ってやってくれたら、やっぱり若手もね、その背中見てやらんとあかんということでね、まあ非常に団結しておりますよ。うん、トップクラス、もう佐々木選手とか笠井選手がトップ、いや、会社としては佐々木隆選手がまとめてというかね、まあまあまあ、選手の方でのエースといえばやっぱり笠井選手になってくるのかなって、はい、それはまあお客さんが決めることなんで、俺らが決めることじゃないじゃないですか、ね、それぞれがあるやろうし、ね、まあ、ほんならビオレントジャックの話でもそこかもだから、一番簡単ね、これね、ビオレントジャックっていうね、このメキシコ人がいてるんですよね、このビオレントジャックがね、これもう日本来てだいぶ長いよね、もう長いですね、日本に住んでるの？まあ、帰ったり来たり、帰ったり来たりやけど、まあ、ほぼほぼ日本にいてますわ。やっぱね、正直ね、ほんとこの子の偉いのはね、ね、日本語もね、日本語もね、達者達者。いや、もう全然、ほんでこっちが何を言いたいかっていうのは、あの短いコミュニケーションの中で全部感じ取ってくれるから、すごい。あの日本人以上に日本人だよ、これ。しかしですよ。ジャックはほんまに。ジャックすごいですよ。ジャックが、昔、笠井さんと、戦って笠井さんが勝った時に、あなたは世界最高の、デスマッチファイターでしたって言いましたからね。今俺は俺が勝ったから今は俺が上やっていう、その言葉を。ですとでしたの使い分けできるメキシコ人ってなかなか言ってませんよ。それ日本語でしっかり言うわけだな。それはすごいよ。これその日本語の使い方で言うたら、ダイナミドウ選手より全然ビオレントジャック選手が上ですよ。それと日本語の理解力とね。そうですね。ミドウさんチンパンジーのちょい上ぐらい。チンパンジーのちょい上ぐらいな感じで、ボノボぐらいですわ。教えてもらわない日本語。有効的なチンパンジー、ボノボぐらいな感じですね、ミドウさんは。まだボノボの方がまだマシですよ。はい。それで言うと、ほんまにジャックね、すごい優しかったことがあってね。あの、昔ね、うち泊まりに来てな、一回な。3人で泊まったことがあんねんな、ビオレントジャックと。ほんなら、ジャックは、他のお客さんにお寿司連れて行ってもらえよってな、あの時な。で、お寿司やっぱ美味しかったですって。カムイさん、西山さん、お寿司美味しかったですって。西山さんとカムイさんは何食べたって言って、言うてな。いや、俺らは、その辺で弁当食ったよって話してたら、オッケーって言うて、お風呂に出て行ってな。ほんなら、近くのコンビニ行って、俺らにお寿司をコンビニで、これがお寿司だよって言って、これお寿司、美味しいよって。だから、俺一人やったら、俺一人でお寿司食べたのは悪いから、これはもう俺からプレゼントするからって言ってな、ジャック、そういうところあってな。で、ありがとうって言って食べてて、ジャックも食べたら、あれ？このお寿司は僕が食べたお寿司じゃないね。違う。それは違う。それは回らへんお寿司で食べたよ。お寿司とやっぱコンビニのお寿司とは日々非なりやねん。違うけどその気持ちがすごい。ジャックの気持ちがすごい。うん。その気持ちがもう。すごいやろ。それが
だからほんまに、うん、こいつ日本人や、そう、日本人の気持ちを持った、日本人の気持ちもね、ちゃんと、ね、味も分かる、味も分かるやつよ寿司の味も分かりますよ、ミド君より日本人の気持ちを持った、気持ちを持った、もうミドなんてザルそばしかザルそば食わしといたら大丈夫ですからね、コンビニのザルそば食わしといたら大丈夫ですからね、ね、そうそうそう、今回このジャック選手は誰と戦うの、ジャックはね、マンモス佐々木選手と組んでましたね、あ、そうですね、はい、今ガキ大将マンモス佐々木とタッグチャンピオンなんですよ、そうですね、はい、で相手が誰やったかな、相手誰やったかな、相手誰やったかなこれ平田ぐらい絡んでたんちゃう、平田武田やったかな、違うな、まあ、それ別や、そんなのちょっと当日の楽しみです、ね、当日の杉浦君やったんちゃうか、いや、違うな、誰や、誰が来るか当日の楽しみ、そう、お楽しみ、ね、ジャックとマンモス佐々木やりですね、決めますんで、ね、はい、3月24日、はい、日曜日ですね、はい、プロレスリングフリーダムズ大阪大会宮古島区民センターで開催します、はい、特別リングサイド6000円の席はもう完売しております、ありがとうございます、はい、あとリングサイド指定席5000円、はい、自由席4000円となっております、はい、はい、もう当日も当日500円アップになりますんで、はい、早めにですね、ちゃんから、はい、であったりカムイの方に連絡ください、うん、よろしくお願いいたします、はい、じゃあカムイ今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい